自分の姿をよく見てみろ。ただの砂漠のネズミだ。俺が乗り越えてきたことを見ろ。俺はお前を殺すために来た。だがお前をここに残す方がもっと残だな。負け犬が命を奪ったり支配したり他人から奪い取ったりする欲望で自分を評価するならば、お前には何がある？なぜここに来た？隠れるためか？いや、お前には目的がある。何かを守るため、誰かを守るためだ。教えてくれ。あいつは選ばし者か。そうだ。あいつは俺たちを復讐するだろう。彼は私たちを召喚するべきだ。